武井大二郎は長野県諏訪郡平野村の政治家、諏訪式葬式の開発者として知られる。代々続く伊藤省に生まれる。明治維新による開国により、政府は輸出品目として、企業を重要視し、富岡製紙場を開設すると、増産の機運が高まった。当時ヨーロッパより導入された葬式会は2種類。富岡製紙場へと、 官営輸入されたフランス式葬式と民間輸入のイタリア式葬式である。イタリア式を輸入した小野組の援助を受け、二代目、竹井大二郎が現在の岡屋市間下にてイタリア式を模した洋式機械を創業するも成功せずに病没。その意思を継ぐ形で三代目、竹井大二郎が政治に取り組むことになった。大郎は先代の失敗から、 た工場の創業状況の調査、イタリア式、フランス式葬式の長短を分析、特に葬式機械の研究には没頭したと伝えられ、道楽機械のあだ名も伝えられる。こうして、諏訪式葬式は、ケンネル方式、二層建業、再装方式を採用、資材はできるだけ木材を使いがまも陶器にすると高性能、低価格で、 完成度の高い葬式として1875年にはほぼ出来上がった。大一郎は他9名の共同出資により中山社を開業した。この諏訪式葬式は岡谷の製紙工場のモデルとなり全国規模で普及することとなった。ヨーロッパからの導入期から短期間で日本に適合したスタイルを確立したことはその後の急速なキート増産に 大きな役割を果たしたと評価される。同じ地域の片倉兼太郎と同時代の政治家たちに大きな影響を与えた。ありがとうございます。